不層、戦艦。扶桑扶桑扶桑は、日本海軍の戦艦。扶桑型戦艦の一番艦。日本独自の設計による、初の超ょ級戦艦である。扶桑の由来は、日本の古い異名の一つであり、同盟をいただく艦としては二代目となる。初代扶桑は、1879年春行の、総攻フリゲート。艦内神社は、男山八幡宮。 岩清水山田宮及び伊勢神宮。日露戦争後の1906年、明治39年、イギリスが土球戦艦ドレッドノートを収益させると、列強各国の間で玄艦競争が勃発した。土球戦艦はすぐに超土球戦艦へ進化し、日本海軍も混合型巡洋戦艦一番艦混合をイギリスに発注し、ビッカース社の指導。 支援のもとその同系艦を国産で建造することで、イギリスより新たな技術を学ぶことに成功した。不装型戦艦は日本海軍最初のちょうど級戦艦である。不装は第3号戦艦として1912年、明治45年3月11日に呉海軍交渉で寄港された。九百十四年、大正三年三月十八日に第三号戦艦は、 不層と命名。藤見宮弘康大立合の元浸水。同日府で戦艦に類別される。1915年、大正4年11月8日に竣工した。3万トン級の巨艦をドックで建造することは、世界初の試みであった。ドック方式の浸水式は、仙台浸水より派手さがないため、不層の場合は、圧縮空気で紙吹雪を飛ばしている。 1923年、大正12年9月1日、関東大震災が発生。9月3日、不僧は、東京出身の海軍兵学校生徒を乗せて、東京へ向かった。不僧は、ワシントン軍宿条約後に、手法展開の強化や、手法指揮書の新設などの改装を受けた。九百三十年、昭和五年四月に、暮海軍交渉で近代化改装に入り、 1933年、昭和8年5月12日に、その工事は完了た。問題となっていた、手砲発射による爆風の対策として、環境部分の新設と改装、装甲防御の増設と改善、さらに7.6センチ砲塔対空砲の搭載と、手砲業閣の引き上げという具合に、工房両面の能力向きが図られた。機関部は、 艦本式タービンや重油戦創艦への乾燥が行われ、最大速力が24.7ノットへ向上。全部乾出区画が居住区や燃料タンクにされ、航続距離が16ノットで11,800回りになった。この時に増設した環境の頂上までの高さは、およそ水面から50メートル以上にも達し、同型艦の山城と共に日本戦艦中最高となった。 全長11メートル級の巨大な精密模型も製作され海軍兵学校の不装行動に展示された。高い環境が不安定に見えるようになったが、環境形状と三番砲塔の向きの違いが山城との区別点となっている。なお、建造当時は不装も方向が完備方向を向いていた。第一次改造後に機関出力がほぼ倍増され、速力も 高指示には24キロトンを発揮したが、安定して24.5キロトンの速力を出せる、伊勢型戦艦2隻、伊勢、日向、最高速力25キロトン強の長戸型戦艦2隻、長戸、道のくと戦隊を組むことには、支障があったともされるが、長戸型や伊勢型と同じ戦隊を組むことができたという当時の艦長の証言もある。なお、ワシントン軍縮条約の前後に、 不装型を41センチメートル砲搭載艦にする改装案があったが条約で手法や原則走行の変更が禁止されたため実現しなかった。1933年昭和8年11月15日府で高松の宮信人親王、海軍隊員昭和天皇弟宮が不装分隊長として配属される荒木艦長以下が特別待遇をするので 心脳が呆れることもあった。謎の自殺者が出た際には、いやはや不景気な感であると評している。1934年、昭和9年2月4日、連合艦隊司令長官、末次信政中将が巡視に訪れて激励した。4月1日、戦艦の魚雷装備廃止に伴い、有田雄三、不装水雷長は、従順マヤに転任した。6月29日、 練習中に駆逐艦2隻、みゆき、電が衝突、みゆきは、不走の目の前で沈没した。9月11日、不走以下第一艦隊は、舞鶴を出発。朝鮮半島を経て、旅順港等を航海する。26日より第1戦隊機関は、不走から日向に変更となった。艦隊は、鎮太尾市を経由して、10月5日佐世保に戻った。第二次近代化海層は、 第一次からわずか1年後の1934年、昭和9年10月下旬から実施され、1935年、昭和10年2月19日まで、同じく暮れで行われた。この時にバルジを増設、完備を約5メートルほど延長し、全長も212.75メートルとなった。水平防御の強化されたほか、環境上の速居義も8メートルのものに換装され、 射撃式装置も一新された。対空火器の増設や水上偵察機の搭載を行った。後年の冷凍機械船には電炭も搭載された。機関も回収され出力が5000割気増加し、改装後の大焼け身では24.7キロトンを発揮した。外観上の特徴としては煙突が一本になった。早1号作戦の頃は不走型が示した速力は、 改装前と変わらない18キロトン21.5キロトン程度に止まり、日本戦艦中最も遅い戦艦となったとされる。一方で、戦闘運転で26ノットを出したという証言も、ある。主砲一斉射撃時の爆風についても、鶴岡信道、第33大不走艦長。当時大佐は特に問題なかったとするが、遠距離射撃時の散布界が広くなる傾向は、 否めなかったとしている。また水平防御、対2 5 0ラム爆弾については不安を抱えており、結果的には、不装、山城という戦艦は、本来、太平洋戦争で使ってはならない船だったわけですね。と回想している。太平洋戦争初戦では、真珠湾攻撃に向かった、南雲機動部隊のご詰栄光艦として、 山本五十六連合艦隊司令長官が座上する第一戦隊長戸、道の下ほか第一艦隊各艦と共に出撃した。北緯三十度、統計百六十度の経点まで進出する予定だったが、12月11日に反転、12月13日に日本柱島白地に戻った。不走乗組員への功績評価は功労功であった。 1942年、昭和17年のミッドウェイ作戦では5月29日に日本を出撃、6月4日に第一戦隊、山ト、長と道の区域下地帯と分離し、アリューシャン諸島へ向かった。だが、アメリカ軍と交戦することはなく、6月17日に日本へ戻った。それ以降の四隻、不走山城、伊勢、日向は出撃機会もなく、 いわゆる、柱島艦隊として、実弾射撃訓練に従事したり、海軍兵学校の練習艦として使用された。このミッドウェイ海戦で、日本軍は、主力空母4隻、赤城、香川、総流、飛龍を創出する。空母不足に陥った日本軍は、混合型戦艦、不創型戦艦、伊勢型戦艦、青葉型重巡寿命艦、 トネ型重巡洋艦を航空母艦へ改造することを検討する。工事が長引く全通飛行艦艦型の空母への改造案は破棄され、航空船艦への改造計画がまとまる。検討の結果、日向の5番砲塔爆発事故の関係から、伊勢型船艦のみを航空船艦に改造した。1943年、昭和18年6月1日、扶送艦長は、 小村慶造大佐から鶴岡信道大佐に交代。小村大佐は、6月9日府で、大和型戦艦二番艦武蔵艦長。6月8日、瀬戸内海柱島白地に停泊していた府総及び、長戸、大淀、立田等は、長戸型戦艦二番艦道の区の爆沈に遭遇した。道の区艦長、三好輝彦大佐は、府総艦長室にて、鶴岡、府総艦長。 6月1日発令。6月7日、不装に到着。三好大佐とは海軍兵学校の同期と勘断した後道の奥に戻り爆発に巻き込まれて戦死した。不装や長戸以下各艦は共同で道の区生存者の救助を行った。7月には長戸と共に航空隊の演習目標艦となった。なお、同系館の山城が 日本本土にとどまっていたのに対し、不装はトラック白地に進出することになった。8月17日、連合艦隊司令長官、小峠内大正直卒の主力部隊、戦艦三席、山と長と不装、空母、大高、巡洋艦三隻あたご、高尾、野城、駆逐艦部隊、両風、海風、周雲、遊も若月、天津風、 初風として、クレを出撃し、23日トラックへ到着。以降は、トラック白地で待機した。10月下旬、山城や航空戦艦に改造されたばかりの伊勢が、不装用36センチメートル手砲弾や、大和型戦艦用の46センチメートル砲弾を運搬している。姉妹艦たちが輸送任務を終えて、日本に戻っても不装は、トラック白地に、とどま、 1944年、昭和19年2月のトラック島空襲直前に、リ河白地へ移動している。1944年5月中旬、長戸と共に、機動部隊、オツ部隊に、臨時編入。5月14日に、タウイタウイへ進出。1944年、昭和19年6月初旬の今作戦に、今部隊指揮官。 サコインアオセイ第16戦隊司令官式のもと、不相は、第16戦隊、青葉、絹、第5戦隊、明光、ハグロ、第10駆逐隊、風雲、朝雲、第19駆逐隊、浦波、式波、第27駆逐隊、春雨、サミダレ、白露、しぐれと共に出撃、美薬島に上陸したアメリカ軍を撃退すべく、同方面に進出した。 アメリカ艦隊を誘い出すための陽動部隊、おとりであった。従順洋艦羽黒から不装を目撃した福田幸宏主警家士官は、大正六年春行のこの旧式戦艦が、その特色のある前のめりの全将楼を高々とそびえさせて、南海の前線に参加している声には何か愛観があったと回想している。6月3日、アメリカ軍哨戒機に発見されたこと、 アメリカ軍機動部隊出現の報告、5人などを受けて、退避、間接護衛隊、不走、風雲、朝雲及び各隊は、ミンダナオ島のダバオへ戻った。不走の士官によれば、不走と従順洋艦アオバが、いち早く退避したことで司令官は失跡されたという。日本軍機動部隊が乾杯した、マリアナ沖海戦には参加せず、そのままダバオで待機を続けた。7月1日、 第四駆逐隊、三雲、野分け、万長王と共に、ブルネーを出港。野分け士官は、この戦艦の上院にすれば各種久しく、誠に心強い味方の来訪であったろうと、改装している。タラ艦に寄港して、燃料を満載しつつ、二日から八日、日本本土へ向かった。十四日、敵潜水艦と、応募式存在に対し照射射撃を行う。第四駆逐隊とは、 つくも湾で分離した。ふそは、呉交渉にて修理と基準の増設工事を行った。ふそが、ダバオで待機中の6月27日、第三艦隊司令長官、小沢寺三郎中将は、次期作戦において、長と破足力、戦力の関係上、山と武蔵と別個の行動を取らしめ、山城、ふそと京に第二戦隊を、編成遊撃部隊に編入する岡都人。 無戦隊編成困難、鳴るとき派機動部隊付属にてかなりと意見不信した。これに対し軍令部は、第二戦隊、長戸、普装、山城を、第二遊撃部隊、第五艦隊機関、指揮官、第五艦隊司令長官、島清秀中将、機関那智の直卒にする意向を示した。協議の結果、軍令部は、小沢中将の主張を入れる。九月十日府で、第二戦隊、司令官、 西村昌司少将、服装型戦艦、山城、服装が編成される。長戸は、第二戦隊、山城、服装の臨河進出、10月4日同地義をもって第一、戦隊、山と、武蔵、長戸から外されて、第二戦隊に編入、第二戦隊及び、第一遊撃部隊第三部隊機関の予定となる。ところが9月16日、第一戦隊司令官、 うがきまとい中将は、長門第二戦隊編入計画に対し、この切迫せる時期は全く不適当にして、長門の戦力を発揮せしむるゆえんにひずと反発、長門が西村艦隊機関として、すり顔海峡に突入することはなかった。9月22日、第二戦隊、山城、不走は、第十七駆逐隊、裏風、浜風、摂風、 磯風に護衛されて、内地を出撃、ブルネーを経由して、リンガク地へ進出した。1944年、昭和19年10月25日未明、不走は、第一遊撃部隊、第二艦隊第三部隊、通称、西村艦隊指揮官、西村昌治第二戦隊司令官の指揮の下、全7隻、戦艦2隻、山城、不走、重巡洋艦1隻、 最上、駆逐艦4隻、満潮、朝雲、三雲、シュグレという戦力で、レーテワンへ突入中、スリガオ海峡で、アメリカ艦隊の集中攻撃を受け、駆逐艦シュグレを残して全滅した。不走も来撃され沈没した。経過は、以下の通り。10月22日朝、栗田艦隊、第一遊撃部隊第一部隊、第二部隊は、ブルネー白地を出撃。 西村艦隊第三部隊は午後3時に同白地から出撃した。対空機銃を増設した関係で、不装には定員より多い約1300名が上艦していたとされる。列速で航続力の少ない第三部隊は当初より第一遊撃部隊、指揮官。 クリタ・タケオ第二艦隊司令長官とは分離し、敵将海域により発見される可能性が高い代わりに、レーテワンへの最短航路を経由することが決定されていたため、同24日、第一遊撃隊とは別コースのスリガオ海峡を通り抜けて、レーテワンを目指した。クリタ艦隊、特に戦艦武蔵が、アメリカ軍機動部隊の攻撃を一心に受けていたために、西村艦隊は、 ミンダナオ海で急降下爆撃機、約20、空母エンタープライズ、フランクリン所属機による空襲を受けたのみであった。不走では、カタパルト付近に爆弾一発が命中、航空用ガソリンに引火して約1時間燃え続けた。最上は、不走後部に爆弾一命中観測機一機、炎上後部に箱を生じたる外大なる被害なしと報告し、西村司令官は、 栗田長官に宛てた電報で戦闘力発揮支障なしと報告した。雑誌丸エキストラ5月号別冊によれば、資金弾で後部乾板に装着していた爆雷が爆発し、搭載していた94式推定2機に引火。推定に搭載していた小型爆弾が爆発したことで、後部乾板は火の海となり、舵取り機室以外の司令官室とその周辺の用具庫。 などを吹き飛ばされただけでなく、全環境運転の第一カッターダービット近くの甲板にも命中弾を受けることとなった。また、空襲の際に投下された2 5 1ラム爆弾は、複砲の一番放浪を貫き、中毒者収容室と被服庫のあたりを貫通し、全部水圧機室で爆発した。この爆発によって水圧機室は大橋付近の防水核壁が押し上げられたことで、 服装中間板と上間板の床を突き上げられるという、損害受けただけでなく、複砲一番法院、玉火薬コインが、ほぼ全滅し、医務室士官、全部応急院十数名が即死し、被服事務室、厨房事務室が破壊された。さらに、全部水圧機室が破壊されたことで、不装の内時、第二砲塔の捜査に支障が起き、被弾の衝撃で浸水が発生し、右舷に二度傾斜した。 応急処置が施されたものの、傾斜は復元されず、そのままの状態で進むこととなった。同日夜、アメリカ海軍の魚雷艇部隊が、すり顔海峡の入り口に待ち構えていたため、西村艦隊は、従順洋艦斎場と駆逐艦3隻、朝雲、満潮、山雲を先行させ、直卒3隻、山城、不走、しぐれの単焦島で魚雷艇を攻撃しつつ航行した。 明けて10月25日、ジェシー・ビー・オルデンドルフ少将が率いるアメリカ軍の第7艦隊第77任務部隊第2軍は定時陣形で西村艦隊を待ち構えていた。西村艦隊は満潮朝雲山城、機関不走最上、機関山城の右 1.5km に散軍、左にシグレという単純人で海峡に侵入した。 さらに完全な単純陣に移行しつつ、砲撃を開始、魚雷艇部隊や駆逐艦隊に向けて砲弾を放った。午前3時、アメリカ軍の駆逐艦隊は、魚雷多数27本を発射、うち1本が不相無限に命中した。最上戦闘症法では午前3時以降の攻撃で、不相無限中央部に魚雷が命中して、落後、最上が、 山城の後ろに続行したと記録している。一連の雷撃により、駆逐艦三隻、満潮、三雲、朝雲は沈没するか、戦闘不能となった。なお、西村中将は、不走が落語したことを知らなかったとみられる。一方、しぐれは落語した艦を、山城、健在艦を不走と誤認していた。その後午前三時十分、アメリカ軍記録0338、 不層第3、第4砲塔の玉火薬庫が誘爆したことで、大爆発が発生し、不層の船体は、ま、たつに割れた。一方、しぐれは、不層、実際は、山城に対し、我が機体に続行数を発信。西村司令官、山城座城は、不層に対し、出しうるさい大速力知らせを発信した。小村慶三少将、元不層艦長、 第二水雷戦隊司令官は、先に山城が沈没し、パンタダミ少将、不相艦長が西村艦隊の指揮を継承した後三隻、不相、斎場、しぐれを率いて突進した、と記述している。同様の記述、山城が、魚雷命中により午前3時過ぎに爆沈、不相艦長が残存艦、不相、斎場、しぐれを指揮して、 突入は一部の書籍でも参見される。午前4時以降、アメリカ戦艦部隊、巡洋艦部隊、駆逐艦部隊の砲来撃集中により、西村司令官は戦死、山城沈没、斎場、しぐれともに損傷して、すり顔海峡より反転、撤退した。同時刻、レーテワンの状況をつかめないまま航行していた第二、遊撃部隊、指揮官。 島清秀第五艦隊司令長官、従順洋艦二隻、那智、足柄第一水雷戦隊、阿武熊、一水戦司令官、木村正富少将、霞、白縫塩、潮、明けは、前方に、先行や法制を認めつつ戦場に到着した。彼らは、海峡中央で、左馬となった艦英二つ、霞戦闘商法によれば三つを確認した。 一つは炎上中の最上であった。島艦隊の将兵は、残る二つの艦船を二隻、不走、山城と判断したが、実際には分断された不走であった。第二遊撃部隊は、不走残骸の西側を通過しようとしたが、那智は低速退避中の最上と衝突した。その後、島艦隊は、飛待に成功した。アメリカ軍によれば、 不走艦主前半部分は午前4時20分マイナス30分頃に沈没し、転覆して浮いていた、艦尾後半部分は午前5時20分頃に、従順洋艦ルイスビル、アセスルイービル、CA-28 が砲撃して沈めた。退避中の、朝雲も追撃してきたアメリカ艦隊の砲撃で、沈没。斎上も25日午前中に空襲を受けて、 駆逐艦明けぼのにより来撃処分された。最後まで山城と不相を誤認していた駆逐艦しぐれは損傷しつつも離脱に成功した。多くの資料で不相艦長の番ただみ少将を含む幹部以下全員が戦死したとあるが、記録では不相所属上組員7名がマニラ地区の地上兵力に編入された。移設としては不相にも、 山城と同様10名の生存者が戦後帰還しているとする江崎久と大尉、山城主計庁の証言がある。また戦後霊凍機械戦時不走に分隊手法2番砲塔乾燥出院であった小川栄一東兵僧当時が沈没時の様子を描いた手記を残している。1945年昭和20年8月31日戦艦4隻山城 武蔵、不装、山と、空母四隻、昇格、品野、随格、大砲は、帝国軍艦隻から除籍された。は左に、同じ、変更なし。空白は不明。1944年は、推定を含む、完備延長前の数値。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。